チンチロフサゴカイは、関係動物モンタモーツナフサゴカイ目、フサゴカイ科に属するゴカイの一種である。体は円筒型で、前半はやや太く後方に行くにつれて、細くなって終わる。太い部分が胸部であり、細くなった部分からが腹部である。イボ足は目立たない。体には黒っぽいまだら模様がある。頭部からは多数の口触手が出る。触手は、 ごく細くてよく伸び縮みし、伸びた時には、体長より、はるかに長くなる。細くて白く、ピンク色の半紋があって縞模様に見える。胸部の第二節からの三つの節からは、それぞれ一体ずつの枝が出ており、これは枝分かれして、樹脂状になり、赤く染まる。砂竜を集めて固めた生涯の中で暮らす。往王に、長寒体の大きめの転石の亀に、 このような生観を見ることができる。本体はこの巣穴から出ず、その先端の丸く開いた口から触手を周囲の低質の上に伸ばす。この触手には溝があって繊毛が生えており、これでデトリタスを集めて食べる。いわゆる繊毛粘液接触である。巣穴から引っ張り出すと体をくねらせてよく泳ぐことができる。多数の長い触手を振りながら泳ぐ姿はかなり異様である。 ただし短い時間に限られ、やがてそこに沈むと体を丸く、トグろを巻くことが多い。岩礁海岸や天石の多い海岸の長官帯付近に生息し、日本では本州中部以南、国外ではさらにインドシナまで知られる。ありがとうございます。